え？こっちにもあんの？じゃないか。全部持ってきてえな。いやー無理かな全部は。え？何の音今の。無理か。これ物理限界か。残念。え？屋根に当たったのか。え、これ何往復かしていいのかな。おっせえおっせえめっちゃおっせえ。すぐ近くじゃねえかよ。ちょっとこれさ、これで、で、このバイクで、まあどっちでもいいんだけど。よし。そんな、こう近いから大丈夫だろ、多分。見てらっしゃい。離れすぎてますとか言われなきゃ大丈夫。えい。これしょって、はい乗って出発だ。異常なし、ようこそサブモーターフリー。おっ、これで完全納品。なんか4個しか行かなかったんじゃない。大丈夫、全部9つ受け、ああ、え3 4 5 6 7 8、完璧や。いやー、サングラスレンズカラー、お、めっちゃ増えた。星もう一個あんの。なかなか、なかなかだな。 エルダーね、エルダー行きの仕事一個あんの。な、万年筆があれ多分エルダーだよね。じゃこれもついでに受けますか。依頼が受注されました。目標時間が設定されました。あ、目標時間のか、これしまった。じゃあこれでいくか。しまった、よく見てなかったな。盗んだばい。なんかエルダ行きなかったっけ。なんかあったような気もするけど。あ、何それ、新たに出来上がる。これな、あ、違った。
ないのか。ちょっと待って、したら、指名なしで。これやらそう。はい。自動配送ロボ、出動します。いってらっしゃい。で、俺はエルダーに。ちょっとまたバイク借りるぜ。天気が崩れなければ。お、またいるな、あいつら。なんかあの辺にまだあるかな、ロープ。おお、ないか。ちょっと引いちゃうよ、君ら。君らちょっと邪魔なんだけど。これさすがに無理だな。ほっ。おじいちゃん、持ってきたよ。大丈夫、おじいちゃん、心臓。よく来てくれた、サム。心配だ。まだ生きてるよ。ああ、よかった。それにしても、えらく早かったじゃないか。まあな。あ、あれなんか設定変えれたんだよね、そういえばね。こう。設定、なんか、時間短くしてポイントを多くゲットみたいな。そう、4分で来ちゃったじゃん。5分、約5分。おお、星1個分増えた。やったね。国や集団は人の自由を束縛する、そういうものだ。でも実際は君の配送のおかげで生きていける。私は何の代償もなしに自由を要求していた。君たちの血の滲む努力に目をつぶっていたんだ、はあ、私が君たちの UCA に加盟すれば私もみんなの役に立つ。お、心動いたか、おじいちゃん。それだけじゃない。私が蓄えた記憶や知識もみんなの財産になるんだろう。そうだよ、おじいちゃん。これまでの私の人生がみんなの役に立つ、はあ、人は一人では生きていけないんだ。この年になってようやくそのことを受け入れられた。ありがとうな。何もかも君たちブリッジズのおかげだよ。おだから私は UCA に加盟させてくれないか。おお、じいちゃん待ってたよ、その言葉。これでおじいちゃんも体制側の人間だ。おめでとう。お、エルダーの配送端末機能が追加、武器装備作成。あ、アメリカ合衆国とエルダーの過去。つながったのか。 UCA の一員か。そうだよ、おじいちゃん、うん、いいものだな。ありがとう、感謝するよ。おまた会おう。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送た、はい、デスストランディングの初期の様子を描いたルポタージュ。全部軽いな。あ、これが増えたってことね。じゃあね、おじいちゃん。これなんか積み方おかしいな。はい、ちょっと先に
それ気になるな、さっきの。あ、メール読むか。エンジニア。荷物を運ぶのはただの労働じゃない。私はこのシェルターで生まれ育った。両親は死んでしまったが、私にエンジニアとしての技術を伝えてくれた。父はよく言っていた。道具や物を作ることはただの労働とは違う。それは人間にしかできない仕事だと。できた道具は作った人間が死んでも残る。都市の人間や多くのプレッパーズは生き延びるための労働しかしていない。と父はよく怒っていた。お前は未来につながる仕事をしろと教えられた。サム、君がしていることは荷物を運ぶだけの労働じゃない。人と人をつないでアメリカという未来を作る大きな仕事だ。君と私とでは仕事のスケールが違うけれど、私は君の仲間だと思っている。頑張ってくれサム。クラフトマン。またまたポーターがやったぞ。サム、あのポーターがまたやってくれた。俺が前に住んでいたシェルターを覚えてるだろ。そうだ、あの廃墟にあるやつだ。まだあそこに置きっぱなしだった忘れ物をポーターが回収してくれたんだ。愛用していた古い作業着だ。いや、俺が頼んだんじゃない。うっかり口バシってしまったんだ。あれがあったらなーって。そしたら取ってきてやると言ってくれたんだ。もちろん止めたよ。なくても困らないし。お前はサムと違うんだってね。でもあいつは言った。そして無事に回収してきた。実はあいつは仲間のポーターとチームを組んで出かけたらしい。 BT を阻止する者、回収する者と分担して。ドゥームスじゃなくても集まればサムみたいに活躍できる。それをあいつらは証明したんだ。すごいと思わないか。それもこれもあんたがいてくれたおかげだ。おぉ。ついに、帝国軍に、一矢報い始めたな。で、これか。アメリカ合衆国とエルダーの過去、2年前。アメリカ合衆国のことを知りたいか。思い出したくないことも多いが、いいだろう。話してあげよう。私はもともと移民だった。別に珍しくもなんともない。アメリカはヨーロッパからの移民が作った国だからな。完全に平等で自由だったわけじゃないが、それでも夢をつかむチャンスがみんなにある。いい国だった。その証拠に黒人も女性も大統領になっただろう。だがだんだんおかしくなってきた。いつの間にか不寛容で息苦しい窮屈な国になってしまったんだ。デスストランディングが起きる前のことだ。国境に壁を作るんだと宣言した男が大統領に当選してしまった。その時私はこの国に期待するのは無理だと思った。何があっても守ってくれないだろう。自分たちの保身と利益を優先させて弱い者が切り捨てられることは間違いない。だから私はシェルターにこもった。まさかこんなとんでもないことが起きるとは予想もしなかったが。だがおかげで今まで生き延びることができたんだ。頼れるのは自分だけだ。UCA。そんなもんもう一度わざわざ作らなくてもいいんじゃないか。なるほどね。トランプか。頑張ってね。こんにちは。今日はいい日だ。ありがとう。おら。助かったよ。ありがとう。おら。じゃあね。おっと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 。そういえばよ、ちょっと気になるものがあるんだよな。あのあれ、なんかピョーンって伸びてる変な岩。あれあれ、あそこちょっと行ってみない？ああ、もしかしてあれってクリプトビオシスの超巨大版？うわあ、なんじゃありゃ。わあ、すごいいっぱいいる。さて、よし。あ、メモリーチップ。メモリーチップがあったの今。あれ、これ虫って出て取るんだっけ。誰かいるか。
え何これ、なんか返ってくる声が。何なんだろう。なんかここにもルートがあるな。あ、こっからだと何、はあ、こっからだと車両で行けるのかな、エルダーのとこまで。わあ、ちょっと荷物がなかったらね、いろいろ探検したいとこだけど、ちょっと怖いんで一回とりあえず納品しに行きましょう。なるほど、ここからエルダのとこ行けるんだ。施設内では武器を強制ロックします。納品。いやー、これな、これやってあげたいんだけどね。120、これはちょっと一回向こう行ってからな。で、あ、メモリチップここで渡せんの？私のためにこれを。ありがとうサム、大事にする。何や、マタンゴ。ご提供いただきありがとうございました。なんだマタンゴって。あ、クラフトマン、ポーターが大変だ。なんだ、危険な配送もこなしてくれる無敵のチームだって評判だ。エンジニアもエルダもレイクの都市のうちもあいつらに配送頼んでくれるみたいだ。やっぱりポーターはすごいって評価はうなぎ登り。おかげでフラジャイルエクスプレスがテロに加担していたという噂を信じる奴もほとんどいなくなったよ。だけど一つ問題が出てきた。サム、あんたの血が足りないんだ。そこでよっぽど危険な配送以外で血液グレネードを使うのを制限することにした。依頼者が話し合って調整する。ポーターはもっと活躍したみたいだが仕方がない。でもこれも人間同士のつながりの結果だ。いいことだと思う。あんたの血は BT を倒すだけじゃなく、俺たちの話し合いと協力というつながりを教えてくれたんだ。そのうちなんか、やばいことなりそうだな。マタンゴ。はあ。マージマタンゴ。ゴジラのホンダ。これなんて読むんだっけ。ホンダイシローだね。はあ。本田石郎による1963年公開のホラー特撮映画。無人島に漂着した男女7人は、キノコを食べるなというメッセージを目撃する。しかし、島の食料はキノコしかなかった。禁断のキノコに手を出した人はどうなるのか。今やカルト映画の一つとして語られる傑作。禁断のキノコはクリプトビオシスや結び目のサンゴを予見していた。という説を唱えるマニアもいるらしいが、真意は不明である。そう、天然食。ちょっと見てみたくなっちゃうね。ようこそ、キャノンダーブリッジ。あれ？なんだ？ブーツが落ちてる。お、ついに受注なくなった。そうか。え？配送？サム？はい、指名なし以来の荷物はシェアボックスに入れて他の配達人に託すこともできるわ。はあ。委託した荷物は他の配達人たちが配送先近くのシェアボックスまで運んでくれることがあるわ。はあ。ないです。はい、あるけど。いや、これは自分でやるよ。そっか、もうないのか。メールやたら来んな。うん。ほう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 。おお、プレゼントを持ってきたよ、リサ。これは見たね。これ見たね。スキップって出てるやつはもう見たってことだったよね、多分ね。BT の絵を描いてみた。ところでサム、私はエンジニアだが、実は絵を描くのも得意なんだ。母から教わったんだよ、ハート。ペンがあれば目の前の風景だけじゃなくて記憶にある景色や想像した世界だって描ける。それでちょっと考えてみたんだ。 BT を絵に描いたらどうだろうって。
私たちが BT に怯えてるのは奴らが見えないせいでもあるだろ。だから BT を見える能力のあるドゥームスから話を聞いて BT の姿を書き起こしてみたら私たちの心構えも変わるかもしれない。だが怖がって閉じこもっているだけじゃなくなるかもしれないな。あ、ただ怖がって。うん。君が来てくれるようになって私が見ている風景も変わったようだ。ありがとう様、君のおかげだ。また来てくれよ。うん。プリンターで核爆弾を作った時代があった。昔付き合いのあったプレッパーズの仲間がいた。結構な年寄りでもう死んでしまったが、私がこんな話をし、彼がこんな話をしてくれた。デスストランディングが起こる前、3D プリンターが開発されて複雑なものも出力できるようになっていたそうだ。ある時マニアがデータをインプットして殺傷能力のある銃を作ってしまった。これ本当にあった話ですね。最初は悪ふざけだったがエスカレートした。銃の次は爆弾をさらに核兵器まで出力するようになった。政府はそれを防げなかった。誰が武器を持っているかわからない。だから自分も武器を持つ。市民レベルの、相互核抑止状態が生まれた。全員が敵で潜在的なテロリストだった。そしてある時爆発が起きた。それは核爆発ではなくデスストランディングだったが、政府はテロだと判断を誤ったんだ。俺にこの話をしてくれた仲間はほとんど誰とも交流せずにシェルターで孤立していた。繋がればまた武器が生まれることを恐れたんだ。なるほど。彼の気持ちは理解できる。だが俺はこのカイラル通信を使えばそんな危険を回避できると信じている。俺は UCA の可能性にかけてみたいんだ。いや、どうしようかな。ちょっと一回クラフトマンのとこまで行って面倒だけど、それからエンジニアのとこ戻ってあのお仕事やってやるか。いや近い、あっぶねえな、あっぶねえな。